なんか黒い羊の話でもする？そうだね、なんも話してなかったわ、うん、黒い羊、確かにコラボしたのになんかあれ結構そうなの、結構さ、だいぶ前だったよね、 そのね、声かけてもらったのが、そう、わためのですね、私、うん、ナイトフィーバーのファンなんですけど、まさかのいつもなんだ、夜お供にしてるんですけど、嬉しい、楽しみにして、そう、もうだ、わためとね、新曲古めです、すいません、うん、いや、刺さってるから大丈夫、やばいのね、めっちゃ歌が好きで、あとなんか、うん、あのさ、結構最初の方にさ、クソ雑魚回線の曲とかさ、うん、あのわためラップとか歌ってたじゃないですか。あ、歌ってた。あれもめちゃくちゃ好きで、うん、そんでもうなんか、もう絶対一生歌いたいなと思ってて、で、そしたらわためちゃんがさ、うん、あ、着いた、お、着いた、あった、あずきの命歌ってくれてたじゃないですか、あの、そう、そう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 、名曲だよ。それをさ、あのわためのあの歌のさ、うん、100回記念だっけ、あ、そう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 、それで歌ってくれてめっちゃ嬉しくて、もうなんか絶対なんかコラボしたいしたいと思って、うん、で思い切って声をかけましたっていう、嬉しい、とこからかな、とこが結構前、うんうん、去年、去年のなんかあれ、なんだ、何月ぐらいだろう、何月ぐらいか、あ、6月とか、6月とかに、かな、そう、それでやりたいって言って、うん、で、曲どうしようってなったんだけど、うん、なんかその時にこの曲歌いたいなってのがあって、うん、それが黒い羊だったんですよ、うん、で、お、これ、わためちゃんと歌ったら面白いなと羊だけに思いまして、あ羊でよかったな、羊に生まれてよかったそれで、あの、お誘いしたところ、あの、うん、心よく、もう、わためが心よくね、ほっといて、ありがとうございます。あの、一緒に、そう、歌ってくれるということで、今回コラボが叶いました。やったー、やったー、また歌おうね、歌いたい、歌いたい。普通になんか、カラオケとかね、うん、なんか落ち着いたら行きたい、行きたい。行きたい。なんかその、普通に、あの、なんか、普通にご飯行きたい。普通にご飯行って、なんか、わためが好きな曲を歌ってもらって、それ、大体刺さるから、大丈夫。え、歌ってほしいな、そうなの、聞きたいよ、こっちも、曖昧ショコラって歌いたいです恥ずかしいですで聞きたいし歌いたいな、はい、ライオンとか歌いたいね、あ、いいですね、ハモらせてくださいよ、イエーイ、うわー、楽しみ、 3D でもやりましょう、やりたい、